桃太郎電鉄シリーズスーパー、桃太郎電鉄、スーパー、桃太郎電鉄は、1八十九年九月十五日に、日本のハドソンから発売された PC エンジン用、コンピュータボードゲーム、同社の桃太郎電鉄シリーズ第二作目。前作、桃太郎電鉄と同様に、鉄道で、日本中を巡り、物件を購入し、総資産を競うことが目的であるが、 今作ではルールが大きく変更され対戦ゲームの要素が強められた。本作で定まったルールが後の桃太郎電鉄シリーズの基本的なルールとなっている。開発はハドソンが行い、スタッフは前作に続き総監督は佐久間明、キャラクターデザインは土井高行、音楽は関口和之、プログラムは日田正宏が担当しているほか、増田昌司が ゲーム演出として参加している。1991年にゲームボーイ、1992年にファミリーコンピュータに移植された。今作はカードの名前に漢字が用いられていないが、ここでは次回作以降にも登場するカードは漢字で表記する。太字の駅は目的地になる駅、書は初登場の駅。本作ではカード売り場に駅名が記載されていないため、 シリーズ作品の駅を参考にした。リストは、ギガバイト版のもの。ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューでは、合計29点。月間 PC エンジンでは80.90、90.85,90 90の平均87点。丸勝チ PC エンジンでは8.89.8の合計33点。PC エンジンファンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は、 以下の通り25.34点。ゲーム誌ファミコン通信のクロスレビューでは合計26点。ファミリーコンピュータマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通り22.01点。ゲーム誌ファミコン通信のクロスレビューでは合計24点。ファミリーコンピュータマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は 以下の通り22.3点。ありがとうございます。